2022-23 ヨギボーウィーリーグ第4節、エルフェン対千葉、リーグ戦ともに1勝ずつを挙げている両チームです。まずは前半の17分、エルフェン湯村、この位置からのミドルシュート、遠目から狙っていった湯村です。そして20分に千葉、後方から一ノ瀬の長いボール、最前線の大滝、頭で合わせていきました。得意の一ノ瀬のロングフィードにうまく頭で合わせていきました大滝。そして22分、コーナーキックから、その一ノ瀬ヘディングシュートで先制を果たしました千葉。一ノ瀬はこれで今シーズン初ゴールでした。まあ、ただここで追いつくのが埼玉エルフェンです。木下からの長いボール、抜けていった湯村、自らこれをゴールに押し込みました。1対1、前半28分のところでその湯村のゴールで追いつきましたエルフェンです。そしてエンドが変わって後半57分、千葉、鴨川から大滝、飛び込んでいきました。鴨川からのクロスボール、前半にもありましたが、ここも大滝がしっかりと飛び込んでいきました。そして85分、エルフェン、湯村が抜けていってシュート、これが決まって逆転のエルフェン。湯村は今日の試合2ゴール目をこれで挙げました。そして後半アディショナルタイム2分に入ったところです。後方からの蹴り出したボールに吉田理子、左足で押し込みました。吉田のリーグ戦2ゴール目が決まりました。先制されながらも湯村2ゴール、そして吉田の1ゴールで3対1で勝利したエルフェン、リーグ戦ホームでの嬉しい2勝目を挙げました。